西山高行西西山は和歌山県海藻郡君の町出身のギタリスト。フラットピックと指を併用したハイブリッドピッキングやギャロッピング奏法によるアコースティックギター1本でのインストゥルメンタルでの活動をメインとする。マトンギターズやヤマハなどのデモンストレーターとして、あるいはアーティストのサポートレコーディング等でも活躍している。 中学1年の時にエレキギターを購入し、独学でギターを始める。高校時代は、バンド活動を活発に行い、ライブハウスなどで演奏を行う。高校卒業後に上京し、ギタリストライターの市村正樹へ、弟子入りをする。当初は、バンド活動を考えていたが、バンドブームがちょうど衰退し始めていた頃で、スタジオミュージシャンを目指す方向に転換する。 様々なアーティストのライブサポート活動をしながら、財布の仕事をする中で、トミー・エマニュエルの音楽と出会い、その音楽スタイルにはまる。それから、アコースティックギターインストの活動を始める。トミーの奏法を研究するうちに、ジェット・アトキンスにもたどり着き、ギャロッピング奏法やカントリー、ソロギターのコードフォームを覚える。2005年12月上北沢の APO 音楽院で、 ギターウクレレ講師のキャリアをスタートする。2007年7月、トミーの来日公演、トミーエマヌエル・ジャパンツアー2007のオープニングアクトを務める。2008年5月、自主制作アルバム、ギブ・アス・エースマイルを発売。2009年10月、再びトミーのトミーエマヌエル・ジャパンツアー2009で、東京、札幌、横浜の3公演でオープニングアクトを務める。 この時、トミーと会話をする中で、チェットのイベントにいつか出てみたいと言ったところ、トミーから、西ならいつでも OK だよ。と言われ、すぐに、イベントの会長を紹介してくれて、出演のオファーを受ける。2010年に、この、チェットのイベント、キャ s 2 0 1 2に、日本人で初めて正式な出演者として演奏する。ナッシュビル訪問中には、トミーの車で、チェットが眠るお墓も訪ねた。 2011年に音楽スタジオミューズグテイルスタジオを設立。2012年はカ山のシンガーソングライタータカコと地元はカ山の歌を歌う期間限定ユニット西宝山子を結成しライブ収録アルバムことほぎわを発表した。2012年は毎月24日は日清の日ライブという企画で都内で毎月24日にライブを行った。 また2013年からは同じく、毎月24日は、日清の日、ライブと称して、全国47都道府県を回り、毎月24日にライブを行い、2016年に一巡した。2013年7月に、ニューヨークの老舗ライブハウスザビターエンドで、初 NY ライブを行った。2016年6月には、台湾で初めてソロライブを開催し、その後、 毎年台湾でもライブを行っている。2015年からユズの楽曲でアコースティックギターのアレンジやギターレコーディングを担当しており、北川久人のソロライブドレスコードにサポートギターとして出演している。キャスでの出演は現地でも高い評価を得て、2010から2019年の10年連続出演している。またトミエマニエルとのも深め、トミが 日本公演を行う際には西山がサポートをしている。西西山というニックネームはトミーが冗談半分で名付けた呼び方だが、西山は海外で演奏するときは西西山をアーティスト名としている。ライブ活動以外には、オーストラリアのギターメーカーであるマトンギターズやヤマハのデモンストレーター、島村楽器主催のアコースティックギターセミナーの講師としても活動している。 2018年にはマトンギターズとエンドースメントを結んだ。同年マトン社を訪問した際にはマトンを日本で広めている功績が認められカスタムモデルである西モデルバージョン2のギターをサプライズでプレゼントされた。楽器としてはエレキギターウクレレも演奏する。また音楽史での執筆、財布なども数多くこなしている。二千十九年九月十四日より 和歌山放送のラジオ番組、ボックスの中で、西山高幸今日も、ギターと二人旅というコーナーがスタートした。アコースティックギターマガジン、ウクレレマガジン等で、執筆や財布などが多数ある。ありがとうございます。